これは何？だから立ってんの？うん、違う、立花っていう花なんだっけ、モモじゃない。だから立ってんの？モモは反対側でしょ、それでしょ、ピンク。これ、どうやってつくの、これ。これ、造花だからね。紙でつくんでしょ。これ、ビリッと破くの？破いたのは？これ、すぐに破ける？破けないよ、高いやつ。あまり触ってたら、まりちゃん。こういうね、なんていうの、なんていうの、やってみて。あんまり近くだと映んないから、映んないの、近く。みんなボケてんじゃねえよ。幼稚園でそういうこと言ってんの。おめえは今日の俺たちの針について。俺、空、鳥が空を飛んでんの。ああ、何が？三人勘定。ばあちゃんも三人勘定、うん。お母さんも三人勘定。マリコも三人勘定。三人いれば三人勘定だからね。うん、でも一人女が足りないよ。うん、おだいあれおひな様になる人。うん、誰にする？それにやれば？うん、あの、おばあちゃんじゃなくて、まゆみちゃん。まあ、まゆみちゃん借りてくんの。え？まゆみちゃん借りてきてか。え？まゆみちゃんね。うん、それから、あれ、お父さんがお代理様で、うん、うん、で、あとは、あと、じ、あれ、あの、槍持ってる人がじいちゃんでしょ？うん。それから、どうすっぺ。ふみひこ、これなったら、ふみひこ、この人。うん。ね、これどうやってか、ね、これ、女が1、2、3の、女の人が4人いるでしょ？うん。うち、女一人足りなんだよ。ねえ。うん。ふみひくいればよかったのにな、弟とな。はい。一体出てこ。あの、東京のおじさんとか、うん、いた時、うん、しょうがない、一番上に最初に生まれた子、お兄さんですよ。うん、じゃあ、あれ、妹誰？妹は、あの、こうきくんのおばちゃんでしょ。うん、なんで？後から生まれたから。うん、ね、じゃあ、東京のおんちゃんは？うん、お父さんより次に生まれた。うん、お父さん喧嘩した？喧嘩したよ。うん、あー、マリコと同じだよ、自分。うん。
で、ふみきこともちゃんとね、一緒に喧嘩したみたいだね、まりちゃんがね、うん、しょっちゅう喧嘩ばっかりしてたよ。なんでお父さんそれとまた怒ってんの、自分だけ喧嘩してくせに。うん、親は怒んの、親は喧嘩し、子供喧嘩してんの止めないわけにいかないでしょ。うん、でもさ、お父さん喧嘩させてんのそのままにしてビデオ撮ってっかわ。うん、そうだよ、うん、ねえ、これでさ、スルピカが学生っしょ。うん、歩ける、ちゃんと歩ける、まれちゃん、うん、歩けるよ。前は歩けなかったよね。なんでちゃんと歩けるようになった。前歩けなかったんでね、ガスもらってきた時背が高くなったんで、ね、それ履くとね、背が高くなるね。なんで背が高くなる。こうやれば可愛いんだよ。うんうん、だね、やっぱりそういうあの服装気になる、服装とか髪型とか、まれちゃん気になる。うん、やっぱりみんなやっぱりそういうの格好してくんの、かっこいい格好した方がいい。うん、うん、だってお嫁に行けないもん。うん、だってさ、幼稚園でもさ、うん、あれ男の子と遊ぶでしょ、かおりちゃんの子。ほんでね、髪にまでね、男の子と遊ぶからって、うん、でね、うんとね、おしゃれにしていくんだよ。なんで、うん、なんでネックレスポケットに、まあ、やっぱ気になんだ。うん、ポケットにしたら、うん、恋人みたくさ、うん、うん、ビーツに幼稚園児でさ、なんでみんなああいう風にしてくんの、うん、遊ばない お友達も言ってるさ、なんで恋人、あれなんで男の子で遊ぶんだろう、うん、女の子忘れてんだね、ずいね、忘れてんだっちゃ、忘れてるって。うん、あ、それダメダメ、いいか、そのままにして、変な結び方するとダメだから、またマリちゃんやめなさい、それいじくんないの、これ取るわ。おっかないおっかないおっかない、久しぶりにしとめですね。あ、何ですかそれ、節分終わりましたよ、マリちゃん。兄さんなったぞ、わしは。この間節分の時、あの鬼を出したはずですけどね、まだいたんですか。私は青鬼だ、プン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 怒ってるよ、わしは。